あへ。はい、ということで、私、小林さんは今日はなんと、こちら、テニスコートに来ました。テニスコート、はい、ということでね、私、小林さんはなんで今日小林、テニスコートに来たかというと、8月にね、なんと、僕、試合に出るんですよ。まあ、まだ確実にね、うるせえの。うるせえ！うるせえ、おい！喋ってんだよ、おい！まあね、なんでね、今日はね、練習していくかというと、まあね、僕、8月に、ジョッパの大会に出るわけなんですよ。でね、そこで僕がね、優勝して、企業がね、もうみんな僕にね、あの選手欲しい、小林太郎、質問したい、したい、ってね、思わせるために、まあ、優勝しなきゃダメじゃん。まあ、活躍しなきゃね、何のね、企業からもね、声かからないから、まあ、とりあえずね、いつ優勝してみっかってことでね、優勝しなきゃダメなんで、まあ、今日はね、全力練習をしていきたいと思います。ってことでね、まあ、僕はね、練習相手がいないんで、今日も壁打ちなんですけど、練習相手募集してるから、DM か、コメント待ってるよ。ってことでね、まあ、みんな、練習相手僕募集してるんで、全然怖くないから、うん、DM して、うん、うん、待ってるから、うん、してよ、うん。ビビってんの？まあ、とりあえずね、そんなんいいから、まあ、今日は練習と、あとはトレーニング、この2点セットを皆さんにお送りしたいなと思います。では、やっていきましょうか。ということで、気持ちいい、壁打ちに来たのだよ。見てよ、この速さ。速すぎて目が壊れちゃいそうだろう。それなら私のために目を壊しなさい。隣にいた女子の天才テニスプレイヤーも思わず声をかけちゃうくらい僕の壁打ちの威力はすごかったみたいです。壁を思わず壊しちゃったらごめんなさい。とりあえずバックハンド打つとき左手で打ってる感じがしないので、今日は左手でテニスの練習をしました。左手だけでインターハイ制覇できそうですね。あ、嫉妬コメントはやめてください。嫉妬コメとアンチコメをしたやつは漏れなく開示請求して顔を割って見つけ出してボコボコにします。いやー、こんなにうまいのに太郎さんスポンサーがいないのか。スポンサー契約しない企業もなかなか損してるな。そんな損してる企業さんに大ニュース。今ならなんと太郎の初めてのスポンサー初スポ奪えます。太郎の初スポ奪いたい人はぜひインスタグラムの DM かこちらのメールアドレスまで待ってます。マジで早い者勝ちなので、死に物狂いで今すぐメールください。待ってます。はい、ということでね、1時間の壁打ち終わったということで、今からこちらのマリファナ畑でトレーニングしていきたいと思います。マリファナトレーニング、マリファナトレーニング、やばい、まあ、とりあえずマリファナ吸いながら気楽にね、トレーニングしていきたいと思います。では行きましょうか。これ以上、二重跳びしたら、俺の体が壊れて、死んじゃうって。助けて、助けて、止めて。はい、ということで、日をまたいでね、一日経ったんですけど、今からこちらの階段ダッシュをしていきたいと思います。じゃあ、おい、行くぞ。おい、タッチションあかんぞ、あそこ、おい。おい。あそこタッチションあかんぞ、おい。なんであそこにトイレあるのに、あそこでトイレしちゃうのかな。どんだけ我慢できなかったん。気持ちいい。トレーニング気持ちいい。こちらは伊予銀行様がチームみんなでやっていたトレーニングです。伊予銀行様、小林太郎を伊予ファミリーに入れてみませんか。私はよく周りから幸運を呼ぶ小林と呼ばれてます。招き小林として私を伊予ファミリーに迎え入れてください。連絡待ってます。いや、それにしてもこのトレーニング想像以上にきつくて草なんよ。苦しんでる太郎見て興奮しちゃいますね。スポンサー契約したくなっちゃいますね。欲しいものリストあったら買ってあげたくなっちゃいますね。そんな皆さんに大ニュース。今ならなんと小林太郎のスポンサーと欲しいもの買えます。概要欄からチェックできるので、ぜひチェックしてみてください。えぐいて、これは次はジャンプトレーニングをしました。あ、
これはほぼウォーミングアップです。普段は2階建てアパートを使ってこのトレーニングをしてます。え、そんなのできないよって、お前らそれでも男か、厳しいって、生きてる価値ないって、しって、あ、言い過ぎました、申し訳ない。でも本当にこれができない男はマジで危機感持った方がいいって。いや、それにしても本当にトレーニング頑張ってる太郎は世界一かっこいいですね。スポンサー契約したくなっちゃいますね。あ、またスポンサー募集公文使うと思ったでしょ。はい、使います。今ならなんと小林太郎とスポンサー、失礼、発作を起こしてしまいました。とりあえずこのトレーニングは細かいグミステップを踏めるための練習です。皆さんは試合で足が動かなくて困った経験ありませんか？そんなあなたにこのトレーニングをおすすめします。ぜひ試してみてください。ちなみに太郎はこのトレーニングを90回1000万セットしました。これぐらいしないと私レベルには来れません。まあ皆さんもせいぜい頑張ってくださいよ。いや、それにしても太郎さんかっこいいですよね。本当ですよね。でもこんなかっこいい太郎さんでもまだスポンサー一つもついてないみたいですよ。ガチか。そんなもったいないことしてる企業がこの世界にたくさんあるのに驚きを隠せません。そんなもったいない企業様に大ニュース。今ならなんと小林太郎の初スポンサー、名付けて初スポンサー奪えちゃいます。興味ある方は概要欄からチェックしてみてください。いやー、息ぴったりでしたね。そうですね。はい、ということで、トレーニングも終わってね、これ見てよ、これ。もともとこの202リットルの、ペットボトルはね、満タンだったんだけど、2時間いや、まあ、1日またいてるか。まあ、簡単に言えば2時間なんだけど、まあ、2時間でこんなになくなっちゃったっていうことでね。まあね、すごい今、ぬるいんだよ。でさ、最近僕ね、ちょっとさ、ぬるいとさ、やっぱさ、喉さ、乾いちゃうじゃん、ずっと。ね。最近さ、ちょっと、水筒欲しくてさ、水筒欲しいなって思ったわけ。でさ、調べたら5000円とかするわけじゃん、水筒ってね。みんな買ってよ。アマゾンのね、欲しいものリスト作っといたから、みんな、僕に、買ってね、ツイート。ということで、期待してるから、待ってるよ。ということでね、まあ今日もご視聴ありがとうございました。スポンサー様募集してます。ということでね、こちら、連絡こちらまで。ということでね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。せーの、バーイ。登録、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 登録。